今井としみつは日本の洋画家。アンフォルメルの画家として日本とパリを拠点に活動した。息子の今井アレクサンドル、今井竜光も画家。制作中の今井父としようと母、綾野のの次男。京都市に生まれ、幼い時に大阪市の船バーズ地町に転居。大阪市立船場人上昇小学校を卒業すると、1941年に上京して、 旧正武蔵高等学校人情化に入学した。武蔵高校在学中から絵を描き始め、小木太郎、梅原龍三郎、安井宗太郎などに指示。1948年に武蔵高校を卒業した。高校卒業後の1948年10月には、第12回新政作派協会展で入賞。1950年には、 東京芸術大学美術学部油絵科で1年間派遣学生として学び、1952年にはフランスに私費留学し、ソルボンヌ大学文学部に学ぶ。サム・フランシスやミシェル・タピエを知り、自身もアンフォルメル運動に参加した。1956年に日本橋、高島屋で開催された世界、今日の美術展の際にはアンフォルメル作品の出品を圧戦。 日本で初めて本格的にアンフォルメルを紹介した展覧会であり、ジョルジュ・マチウ、タピエ、フランシスラが日本を訪れている。1962年、現代日本美術展に優秀賞受賞。1979年、コンジュ法賞受賞。1983年には、フランスの芸術文化勲章オフィシエ受賞。1995年にはレジオンド、 ヌール勲章シュバリエ受賞。1997年には、フランス芸術文化勲章コマンドール受賞。2008年には、文部大臣表彰。1992年、急性骨髄性白血病を発症するもの、の、精力的な創作活動を続けた。2000年、末期がんで、余命数ヶ月と告知され、同年12月、東京、銀座のギャラリーがんで、 さよなら展を開催。2002年3月3日、膀胱が癌のために東京都中央区の国立癌センター中央病院で死去。1992年には新千歳空港22メートルの壁画を作成したが、2014年4月現在、一般人が立ち入れない区域にあり見ることはできない。ありがとうございます。